です。ということで今回なんですけど、見てもらったら分かるように着きました。セブンイレブンです。京都のセブンです。45都道府県目、京都に着きました。寒い。今現在6度ぐらい。6度ぐらいで、ここからまだ冷え込んでいって、路上ライブするときには18時ぐらいには雪が降るそうです。どうも雪男です。拍手。雪男です。ちょっとね、下見行ってきたんですけど、前回のね、日本一周した場所で、ちょっと路上ライブしようかなと思うんですけど、あそこめっちゃ暗いんですけど、みんなでね、スマホのライトでちょっと照らしてもらおうかなと思ってまして、で、ちょっと一人ね、ホームレスの方がいらっしゃったんで、30万人ほないこけ。皆さん道開けてください。はい。おもろいな。皆さんよかったらスマホのライトつけておいてください。スマホのライトをつけてちょっと力貸してください。全員でスマホのライトつけたら多分明るくなるはず。あ、ついたついた。電気ついた。みんなスマホの今日は電池が消えるまで楽しみましょう。よろしくお願いします。投げ銭だけで日本一周、気づけば45都道府県目です。皆さんが思うよりしんどいで、そして皆さんが思うより楽しいで。みんなも一回きりやから、例えばさ、僕で言ったら、じゃあ日本一周するためにお金稼ごう、バイトしよう、そう決めて、もし働いてたら日本一周できるのいつになる。人生ってそういうもんやね。お金ないからって別にできないわけじゃない。できることからやればいい。そうしたら自然とこうやって僕みたいにさ、こんなクソみたいなやつでも応援してくれる人がこんなにも京都に集まりました。ありがとうございます。ありがとう。じゃあどうも皆さん、それぞれ自分らしく楽しんでいてください。45都道府県で京都最高に盛り上がっていきましょう。じゃあ1曲目、そこに何もなかった、でも横に全てがあった、ホンダロゴー。険しい道をダッシュして、あいつはほんまにすごいなって、どうせ自分なんてか人生で真似なんてできないって諦めて、それで真似なんて全然、それは自分の夢ちゃうやんけ。君が散々迷った日を誰かに生きるべきなのよね。Hold on.
なんて誰も助けてくれない締め切りたいなって飛び髪に爪吊り刺さる僕の心は止まることはない。現実を忘れないでも抱きて君は眠ることで何かなの嫌われているでもどうしてこんなはずじゃない。ほな行こけ。みんなでね、スマホのライトでちょっと照らしてもらおうかなと思ってまして、で、ちょっと一人ね、ホームレスの方がいらっしゃったんで、30万人ほな動け。あ、うん、ということで石田のカメラマンありがとうございます。ありがとうございました。最後は日向にバトンタッチするんで、ありがとうカメラお願いします。お願いします。はい、ありがとう。大五郎やっちゃーん。チャンですやん、それ。ねえ、懐かしいな。はい、毎度よろしいんです。ということで、今回なんですけどもね。ついに。はい、来ましたよ。46都道府県目の、兵庫県の神戸の、はい、東遊園地に着きました。ありがとうございます。すごいですよ。おお、なんすか、この。ということでな。じゃあ、何の時間？このカメラを回してんのが、はい、あの、佐世保で急遽登場した。はい。日向のそっくりさんです。いや、ちゃうな、本人や。よう似てます。あの時も本人やわ。めちゃくちゃ似てる。そんなよう知らんやつに流暢に喋れんな。今度日向にちょっと教えたろうかな。いや、ちゃうこれがドッペルゲンガーやつ。いや、じゃあドッペルゲンガーどんだけおんねん。次はね、なんと西成区民センターホールというね、はい、700人入るホールを借りてしまいましたので、こっちで。それが3月10日、はい、で、その次もうすぐや、3月27日ゼップや。ここからゼップまで40分ぐらいで行けますから。どうか。はい、1時間かかんない。まあ、ヘリやったら15分ぐらい。いや高須クリニック計算すな。それでは、はい、46都道府県目、兵庫県三宮、来たパントマイン、来た、カビある、カビあるね。お、来た。
おお、来た来た。あー長い。ほな行こけ。なんかリクエストないですか。あ、来た。早かったですね。反町隆史 100% でポイズン。反町隆史 100% でポイズン。あ、わかりました。ちょっとできるかどうかわからんけど頑張って反町隆史。どんなやったっけ反町隆史。反町隆史。反町。反町。言いたいことも言えないこんな世の中じゃなく、俺は俺を騙すことなく生きてゆくんだか、まさか僕が今に誇りを持つために戦うこと必要なのさ。何もね、どうもありがとう。じゃあちょっとせっかくなんで、ここやったら大丈夫ちゃう？深夜ちょっとカホーンで参加する？おぉ、せっかくカホーンのセットがあるからね。イエーイ、ドラマ深夜。僕と一緒に絶賛に立つ男です。ラスト、いきますか、ストーリーをね。この曲は作った時2017年ぐらいかなに作って、そっから今もう何年経つ？もう7年ぐらい、計算では7年ぐらいか。もう7年も経つよ。でも、一番難しい曲です、ネノシンの中で。だからこの曲にちょっと手こずってます。あ、でも、思い 100% で歌います。歌が下手でもいい、音痴でもいい、何でもいい、とにかく心で歌う。それを忘れず、初心と、感謝を忘れずに、あの心斎橋で歌ってた頃の気持ちで、お金のためじゃなく、本当に自分だけのためじゃなく、心で歌う。じゃあラスト聞いてください、ストーリー。うまいこと生きてる人が死ぬほど羨ましくて、できるならもしもできるならその人になりたかった。努力の方向なんてずっとわからぬまま、がむしゃらに頑張ってれば誰かきっと見つけてくれる。ずっと信じてただ待ってた、でももう待つのは嫌なんだ。一歩踏み出せば世界が変わる。誰かを救うなんてできないけど、僕がずっと夢を追い続ければ君と繋がることはできる。これはめくりのため、たった一つのきっかけを探す僕らのストーリー。
ろ。大阪、せーの、オーライ。おもろいかこれ。ネロシンです。シンガーソングライターをやってまして、僕はですね、半年前に仕事を全部辞めて路上ライブをしてるんですけど、それはなんでかって言ったら、音楽で食っていきたい、飯食っていきたいっていう気持ちでずっと音楽やってきたけど、仕事とか掛け持ちしながらやってて、ずっと口ばっかりやったなと思って、そんな自分をどうしても変えたくて、こうやって路上ライブに出て、なんかその踏み出したことで、なんていうかな、自分がすげえとんでもない勘違いをしてたことに気づいて、ずっと引きこもってた時期が長かったから。でもこうやって路上に出たことで、人との出会いとかいっぱいたくさんあって、その中でやっぱりそのもっともっと自分が一歩踏み出したら、いろんな人が迎え入れてくれて、この世界もっともっとあったかいよなと思って、その人の温かさとかに気づけました。しい道をダッシュして、あいつはほんまにすごいなって、どうせ自分なんてが口癖で、真似なんてできないって諦めて、それでええ真似なんてせんでもええ、それは自分の夢ちゃうやんけ。君が散々迷った道は誰かの道しるべになるんやで。おもろいこと。そしてまた一つね、ちょっと夢がやっぱり、まあ、出会いで、まあ、人生が変わって、まあ、それがなければね、自分一人ではもう何もできないし、夢は叶わないなって、まあ、苦しかったこととか悲しかったこと、まあ、辛さとか孤独とかそういうものって必要やったなってめちゃくちゃ思いますね。3回目の投げ銭だけで日本一周をして、それで思うのが、達成することがまあ全てではないなっていう、追いかけてる時が、まあ、一番楽しいことを忘れてはあかんと思うし、まあ、目標なんてね、もう達成してもまた新しい目標ができるだけなんで、いかにね今を楽しむか、そしてどういう風に叶えていくか、その叶え方にこだわりたいなと。そしてまた、僕はちょっと旅に出ます。応援してくれてる人たちに会いに行くためにある挑戦をします。これは日本武道会の序章であり、エンターテインメントに貧富の差をなくすためのスタートラインです。仕方がない、いつだってそう、傷つきやすくてもどうなったっていい、そんな言葉を吐き出すのはまだ早いんじゃない、誰かが幸せな時は誰かが泣いてるような、歪んだ世界は嫌だろう、ネガティブにバイバイ、どんな時だって君じゃなきゃ鳴らせない音があるから、迷路の中で探していたたった一つの愛はすぐそばにあんだ、だってそんなこともうどうしようもないのわかってんだろう、どんな環境でもそう君次第でどうにだって未来は変えれる。全く気づいてない。こっち見向きもせんしよ。こんな隣に泊まってる。うちにだ。見てないです。誰も見てない。なんか交換してんな。まだ気づけへん。そりゃ周りのあれ気づけへんか。そりゃ。
人の車だから見えへんもんな。回路交換してますよ。で回路交換してる。だからあそのまま行く。そのまま行った。こんなことある。でもファンの人が真横に車止めて。あれ？気づかんかった。最後まで気づかんどっか行ったね。